玉ちゃんさん01。竹玉ちゃんおはよう。大気アストリー S カンパニーさん01。ワーフンさん01。伊藤誠アットさん01。マイちゃんさん01。職人マンさん01。美マスクした顔さん01。コメコメアットさん01。サトチさん01。さえきまちアットさん01。じいちゃんさん01。ジエリコアットさん01。シシメサーモンさん01。大気アストリー S カンパニーさん読み上げ。カエルの顔。キチガエルカさんはまつぶ。まあタイトル通りです。ラーメン行きます。みんなネタちゃんと。いやー、ね、寝てないんだけど、みんな寝れましたか？タイトルないよ。テロップない？あるよね。これは今どうなってる？テロップない？なんでないの？なんでないの？おかしいな。なんでタイトルないの？どうなってる？出てない？出た？なんでおかしいな。バグってんな。今度出てなかったら教えてね。バグってる、そういう時。バグってるんで。いやー、いい天気やな。ちょっとこれおっしゃ駅ないからやべえわ。やばい、水出ねえ。ここでの豚骨ラーメン食べたくなっちゃって。おはよう、いらっしゃい。たまに無性に食いたくなら、コテコテの豚骨ラーメン無性に食べたくなる時ない？いやー、もう来ちゃった。まさに身近にやってるの。うん、フロントガラスやべえわ。コンビニ水入れなかんな。おはよう。太ってもいいよ、もう。しかもさっき焼肉丼も作ってたんだよ。うん、替え玉さん行くわ。替え玉さんと、もうチャーハン行くわ。あと餃子、あと唐揚げ。ダイエットするんじゃないの？もうする気。あのね、金梅さんと来月企画やるんだよ、ダイエット企画で。一番痩せれなかった人が罰金払ってっていう。それ本気で？これマジで、マジで来月やるから。そんなのやるの？うん、来月はダイエット企画やるから。で、多分パルパルも入るんじゃない？デブじゃないと、デブじゃないと参加できないよね。うん、太ったら勝ちなの？じゃあ誰が痩せれるかだよ。あ、そういうことか。うん、だから今のうちに太っとかなきゃダメなんだよ。要は今のうちに太っとけばチャンスなんで、逆にね。これ分かるでしょ。太れば太るほどチャンスだから。今月はもうデブ企画で、モンジョリとナーボーとかじゃなくて、結構人数集めてやる。まあ、誰参加するかわからんけど。いや、LP じゃちょっと盛り上がらないでしょ。うん、
政治はやってないし、有名どころやっぱりおっさんとかじゃない、デブなら。デブじゃないと参加できない、これ勝てないからね、痩せてるやつって。だってパルパル120キロあったら20キロぐらい減らされたらさ、もう60キロぐらいのやつ40キロで死んじゃうからね。120キロのやつの20キロと60キロのやつの20キロ、わけが違うからね。だからデブ有利なんだよ。で俺が今90キロだから、今月あと10キロ太っときたいね。前うぜえと、お前うぜえよ。お前帰れよ。もっと豚になんなきゃダメ。お前よ。銃きつい？だから、ちなみに焼肉丼作ってもらったんだけど、今からラーメンですよ。で、できたら体重計買って、ラーメン食べて、とりあえず今の体重測りたいね。ただやってるかわかんないけどね、この時間。とりあえず体重計買いたい。おはよう。おはよう、みんな。あれ？これいけるんかな？わからん。朝から寝ずにラーメンってなんかちょっと贅沢だね。でモンジョリとナボーとは関係ないから、よくやるじゃん、あのね、キャス主が一覧回してたらなんか不安主もやったりする、そういう類だと思うよ。類のやつで、眉は痩せたね。眉は、もうデニムボカボカだよ。だったそうね、同じように、うちの会社のトラックいた、おばさん黙ってて、おばさんがコメントしてんじゃん。おばさんが黙っててコメントしちゃダメじゃん。まあ、前よりおばさんの人が。でもツイキャスってさ、若い人多いからね。10代とか多いし。そうなんかな。01レッシュ。台本わかんないけど、もし台本だと仮定するなら、マユが幸せになるのが一番なんじゃね。どう？やっぱね、女を幸せにできない男がマユを幸せにするというね、台本があるとするならいいんじゃない。多分ね。まあ、女を幸せにしたことないからね。ゼロワンさん、果たしてできるのかなってなった時に、誰もができないって言うから、でも俺は変わりたいと思ってる。変わりたいなって。女を傷つけることでなぜか評価される、俺がね、女を幸せにすることで評価されたい、そういう男になりたい。
来るとも別れてないくせに、別れてないのまだ裏で繋がってるのって来ると、すごいな本当に。匿名さんもうやばいって、本当もうやめて、そろそろその説はもうそろそろやめた方がいいよ。でもそんな疑われるってさ、相当繰り返したんだね裏で。うん、今来ると繋がってて、来るの新しい新居のお金まで俺が払うみたいな話。絶対そんなことするわけないじゃん、ゼロはそういう人もいるんだよ。でもむしろ払ってあげたら、あ、かっこいいなと思う。いや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 、繋がってないんだから。すごい考察だよ。マユ黙れ。じゃあ お前ら黙らしたるわ。もう圧倒的な力で、てめえらが黙れよ。いじめるなよマユ。お前のコメントが不快なんだよ。おい黙っとけ小銃とか。黙ったわ。ちゃんと言うこと聞け。分かったか。黙っとけ。駐車場あるんか。ラーメンの話しようぜ。ラーメンの話。くだらんこといいから。黙れっつったら黙れよ。分かった。あ、朝からせわしいな。黙っとけ。信号赤じゃね。何ラーメン？豚骨でしょ。間違いなく。祝福されてるかどうかは置いといて。これ外部サイドでマンスリー5位だからね、なんだかんだ応援されてるんでね。あの祝福してないっつうか、結局この2人の絡みが嫌な人はもう見ないでもらっていいっすか。はい、もうイライラするだけ損だからね。ちょっと左行きたいんだけど、ちょっとあんまりいじめるのやめてあげて。あのね、元カノ置いといてちょっとひどい、さすがに。うん、これ誰でも俺は怒るよ、前に限らず。ちょっとひどいコメントが。うん、ひどすぎ。職人マン名前出すなよ、分かってても。これまっすぐ行けないのか。ぐるっと回ってるやんけ。あ、ぐるっと回ってるやんけ。パーキング探さないと。この秋に行われます守ってあげなきゃって簡単なことじゃないんだよ、ね、10人で配信してるわけじゃないんだから。何百人相手にした時に守れない時もあるよ。でも守り方は分かってる配信って難しいからね、本当に。やっぱり母数が増えると、やっぱね、人間好き嫌いありますから。
で俺もね結構嫌われてるからね、うん、アンチコメ多いってことは違うんだよ。 LINE ライブスさん、俺はアイドル配信者だから彼女誰でもできたら彼女は叩かれちゃうの、やっぱりそうでしょ。福山雅治が結婚を発表した時にね、福山雅治の相手女がどう誰でも関係ないんだよ。福山雅治の彼女ってだけで叩くんだよ、ファンっていうのは。それと一緒だから、女がどうのこうのじゃないんだって。アイドルに彼女ができた時点で叩かれちゃうんだよ。それ女誰でもいいわけ。うん、分かった。本当に「おっさんゼロワン」は、いや、ふわっちという配信サイトではアイドルなんだよ。ツイキャスではアイドルになれないかもしれないけど、あっちではアイドル、これは間違いない、うん、俺はね、あの婦人部の婦人部会のアイドルなんだよ、うん、婦人部会の主婦とか、主婦とかね、あのもうクソみたいな旦那とね飽き飽きとしてる女性からしたら俺はアイドルなんだよな。チェリコ、フワッチのアイドルはアムチンじゃない？いや、あれはガキ、ただの、うん、あれアイドルって言わないから。アイドルって、まあ、ただのガキ、うん、一応フワッチのアイドルは俺とかパルパルとか養分がアイドル。あ、分かった。ふわっち界のホスト、おじホス。いや、ネットホストはまた違う類だから。いや、本当にいるから。男配信者で今月マンスリー1位取ったら抱いてやるよとかね、女配信者だったら今月フォロワーランキング1位になったらデート行きますよとか、それがネットホストとネットキャバ嬢で、残念なことに俺そういうことやってないんで、はい、色恋やってないんでね、うん、でも適当にオフパコはしてきたけど、そういうことやってないんで、ヨブの女も散々叩かれてたキャンプの時に。お腹いっぱいなんじゃないの？うん？なんかお腹いっぱいでも食べたいんだよ。これ持ってくるね。オフパコでも妊娠誰よ？オフパコではないよ、妊娠させたこと。元嫁は妊娠したけど、さすがにしないでしょ、オフパコで仲出しは。さすがに。あ、鍵持った、携帯持った方がいいの、もう一個の。うん、それでナビしたって。充電ないんだよ。うん、充電なくてもええわ、したって。ダブリンおはよう。履歴からやったって。そこそこ。ちなみにみんな寝てない人いる？もう寝れなくてさ。またどうぞ。最近ダメなんだ、寝れないんだ。いや、いつも眉一人で寝るんだよ。で、俺寝れなくてさ。ずっと YouTube 見てたんだけど。あのした人やっぱりで、結構朝食べることない？食べて寝ない？ね、
エッチもしてない、抜いてないし、うん、ストレスはまあストレスあるのかな、うん、満腹で寝るとね気持ちいいんだよ、うん、本当はビール飲みたいけど、まあビールは我慢しようかな、うん、本当にやってる、うん、聞いたってちょっとあの生放送チャットまあできると思うよ。いやいや俺電話で聞いたからやってるとこ見つけたんだよ。でマックの後にあの焼肉で残った肉をご飯の上に乗っけて焼肉のタレかけて、でその後にあの黄身だけ、ダメだって、何？ダメだって、なんて？ダメだって。ダメ？ゼロが聞いてきて、ダメだったから。ダメ、首 かしげられた。だから前今日寝てたんだけどさ、起こされたんだけど。起こされた。ラーメン食べようって。部屋についてるねえ、うん、でしょう。責任者がいないから、うん、判断しかねるって言ってるからみんな ごめんね。ちょっとさすがに、うん、ラーメンの写真撮っとこ。じゃラーメンできないわ。 またね無理してもしょうがないでさ、うん、さよなら。